おはようございます、こんにちは、こんばんは、亀山小平です。はい、今日は火曜日、練習行きたいと思います。はい、暑いっすね。今、妻と一緒に、歩いてきたんですけれども、汗がすごい、ね、まあ準備運動前の、ね、アップトレーニング前の準備運動ということで、ね、いいかなと思います。はい、まあ、今日も昨日はちょっとメンテナンスに使ったんですけど、まあ、ちょっとね、痛みの尾が引いてますが、でも今日はね、やった方がいいと思うので、今日は攻めようかなと思いますね。攻めたり引いたりするっていうのが大事だと思うので、はい、じゃあ今日も練習頑張ります。行ってきます。はい、じゃあ今日も見ていきましょう。日本同士をマストにしたいと言っていたので、まあ、今日は足を閉じて日本同士していきました。はい、まあ、1週間後にチェックがありますので、まあそのまあ、結構大事なチェックになるので、まあ、そろそろ足を閉じて演技を磨いていくっていう作業に、移行していかないとなと思ったので、まあ、足を閉じてね、今日演技してみました。まあ、背中左手、ね、この前コツ4つ、あるみたいなこと言ってましたけども、それの連続体ですね。開脚旋回の前移動後ろ移動っていうのは、まあ、前移動かだなと思って、今日はちょっと1本目より2本目の方が良かったんですけど、ちょっとそういうところを、ね、意識しながら今日はできたかなと思います。はい、ね、まあそんなそつなく、まあ、ただね、やっぱこのロス9ギ目のロス終わった後ぐらいから、まあ、その前ぐらいから急にやっぱね、こう体のしんどさを覚えるので、やっぱまだね、体力足りないな、ね、でもトレーニングじゃなくても、あん馬の演技をどんどんこうやっていくことによって体力を作っていくフェーズに行こうかなと思ってます。ちょっと今制圧率微妙でしたけど、まあ、でもそれ以外は結構まあそこそこだったかな。でもそこそこじゃダメなんですよね、やっぱ完璧、まあ完璧じゃなかったとしても、まあ人の心を動かす演技っていうのは、ね、なかなかこう難しいですね。うん、まあ自分の演技だけじゃなくて、まあね、お客さんがいたりとか、ね、そのなんかひりついた戦況とかね、いろいろあると思うんですけれども、まあ、そんな中でこう自分がもう本当にいい演技をしてですね、スタンディングオベーションというか、人が感動するような演技をこう目指していきたいなと思っています。うん、今日は2本ともオリー上がってですね、まあ良かったかなと思いますね。まあ、まだまだやれることあるけど、これは投資終わった後にすぐに、まあ、難度を1つ上げて、E 難度のオリを練習しました。以上です。はい、今日もお疲れ様でした。はい、まあ、ちょっと体の部分で、まあ、だいぶ強くなってきたなと、まあ、なんか T シャツも少しなんかきつくなってきてですね、まあ、少し腕の、太さが変わってきたかなと、まあ、感じます。まあ、でもね、なんかそれをあん馬の演技にまだ生かしきれてないなっていうところが正直なところですね。なので、ちょっとまあ、筋力が落ちるのが早くなったっていう認識のもとトレーニングを結構積んできたんですが、まあ、トレーニングある程度やってればそんなに筋力落ちることないんじゃないかなっていう、こうちょっと認識を変えてですね、トレーニングをやるというよりはあん馬の演技をこう磨いていく方の量を高めようと、ちょっと、考え方をシフトして、やっていこうかなとちょっと思っています。はい、まあ、この強くなった体を次は、使える体にしてですね、人の心を動かす演技を目指して頑張っていきたいなと思います。はい、まあ、明日も頑張ります。はい、チャンネル登録とか、いいねとか、コメントとかまたよろしくお願いします。で、今日もお疲れでした。バイバイ。